はい、それでは今回はモーメント互換数について話をしていきたいと思います。皆さんがですね、今まで触れたことのある関数の中で、まあ、二項分布とかポアソン分布とかそういったところの動画をですね、過去に撮ったことがあるんですけど、その時には例えば二項分布であれば平均は NT、分散は NT 級って覚えてくださいねとか、ポアソン分布であれば平均がラムダ、そして分散もラムダっていうふうでもう覚えちゃいましょうみたいな話をしたんですけど、その理由というか、まあ、導けるっていうことが大事になってきますので、まあ、そこでですね、モーメント互換数っていうものを使っていきます。今日はですね、その二項分布の平均が NP になるとか、分散が NP 級になるっていうようなところの話をですね、モーメント互換数というものを使ってしていきたいと思います。まずはですね、モーメント互換数とはっていう話で、確率分布の要素を知るための関数である。要するに確率分布の今言ったようなですね、平均とか、それから分散、形を決めるという上では、ワイド、鮮度。まあ、ワイドなので、こう、左右のズレですよね。そして、鮮度なので、こう、グラフの尖り具合っていうような形で、まあ、ここら辺もですね、過去に動画で話をしたことあるんですけど、こういった要素が決まれば、確率分布の形が決まるということですね。この要素のことを指して、モーメントというふうに言うので、まあ、このモーメントを決めるための母関数、まあ、関数ということが、モーメント母関数となります。で、このモーメント母関数というのは、定義上、このように表記をします。まあ、MT というのはですね、モーメント母関数というふうにしたときに、それが E、括弧、E の Tx 乗ということで、まあ、これだけ見るとですね、すごく複雑そうで難しそうなんですけども、よく見ると、E、このラージ E というのは期待値を表していますね。だから、モーメント互換数というのは何かの期待値である。で、この何かという部分については確率変数が普段入るわけですよね。EX ということであれば、X は確率変数の期待値というような感じになるんですけど、今はですね、このネイジア数 E を使いまして、E の Tx 乗の期待値がモーメント互換数ですよという定義となっています。まあ、要するにここではぼやっとですね、モーメント互換数というのは何かの期待値であるっていうふうに認識をしてください。で、期待値ということがですね、わかれば、まあ、これも僕の言い回しですね、